はい、アクアチャンネルのザッキーです。今回はご好評いただいておりますノンレジケーブルのご紹介になります。ブルー、はい、限定カラーです。いい色ですね。はい、当店は今18年目に突入しましてキャンペーンを行っております。今回ですねキャンペーンでノンレジケーブルの限定色ブルーを1ヶ月間限定で販売しております。はい、そしてね今回このハリアガソリン車になるんですけれども、もともとねハイブリッド車のラインナップはありました。はい、はい、で今回このお客様のご入稿いただきましていよいよガソリン車の販売も開始できるようになりました。おお。で今回ですねノンレジケーブルの紹介の動画の撮影のご協力いただいたんです。なのでこの限定色のブルーのノンレジケーブルを装着する前、まだつけてません。はい、これをつける前に一旦このまま走行してみたいと思います。その後ノンレジケーブルを実際に装着してもう一度同じ条件で同じルートを走行してみると、その間の平均燃費の変化をですね見てみたいと思います。前回ですねレヴォーグ VN それからプリウスですね、プリウス50非常にいい結果が出てます。さあ今回のハリアーはどうなるか楽しみですね。はい、はい、では早速行ってきてみたいと思います。はい、では走行条件を揃えるためにガソリンを満タンにしてスタートしてみたいと思います。お店の方には最初に許可をいただいてから撮影しています。はい、はい、ではレギュラーガソリンを満タンにします。はい、それでは行ってみましょう。はい、はい、それではスタートしてみたいと思います。メーター表示をですねこのように燃費グラフのものに設定しました。そしてここでリセットします。はい、これでスタートしてみたいと思います。今ねスタート時間は11時18分。トリップ A をリセット、これで走行距離もそれぞれ分かりますね。はい、ではこの状態でここからカメラはノンストップです。スタートしてみたいと思います。はい、お店に戻ってきました。ちょっとね、今車を止めましょう。はい、さあ結果はこのようになってますよ。よいしょ。はい、平均燃費は 15.6 キロ。でね、走行距離がね 18.5 キロですね。時間は今11時51分。ちょっとねアイドリングをしてるとどんどん下がってしまうので、この後ノンレジケーブルを装着して同じような条件で走ってきてみたいと思います。はい、それでは実際ノンレジケーブルの取り付けを紹介したいと思います。これはねもう完全にハリア80系ガソリン車用のノンレジケーブル2本セットになります。エンジン側と短い方のボディ側、はい、これが2本セット。単品のラインナップもあります。エンジン側のみの1本セット。それからボディ側のみの1本セット。そういった単品のラインナップもあります。今回はお客様2本セットご購入になりますので、2本セット取り付けていきたいと思います。はい。例えば、単体をまずちょっと買ってみたいなって思った人は、はい、どちらを先に買うのがいいんですか？いい質問だね。おすすめはエンジン側です。エンジン側。単品の場合はね。お、効果が分かりやすいのはエンジン側を購入いただいた場合、うーん、そちらでご体感いただいた後にボディ側も購入するというパターンもありです。はい、ただ2本セットの方がお得です。うん、金額の方はホームページの方に記載してあります。さあでは実際取り付けていきましょう。はい、では作業に当たりましてまずバッテリーのターミナルを外しましょう。はい、はい、まずマイナスターミナルを、はい、外します。プラスターミナルも外します。
はい、これで遮断されましたね、はい、取り付けるときにね、一旦これを戻す作業があるので、ちょっとこのように両方外してください。はい、はい、続いてエンジン側から先につけますので、エンジンカバーを外します。4箇所で取ってます。はい、そうするとノンネジケーブルの接続先がこの位置になります。はい、ここにボルトがあるんですけど、ここに接続しますので、一旦この針金のようなクリップがあるんですけど、ハーネスをずらしておいてください。はい、このように。はい、そしたらここのボルトですね、黒いボルトがあるんですけど、これ8ミリになります。はい、8ミリの工具で外していきます。はい、このボルトを抜き取ります。落とさないようにしてください。はい、そしたらノンレジケーブルのエンジン側、長い方になります。こちらを接続していくんですけれども、通信販売で購入した場合はですね、どちらがエンジンにつける方かっていうのは、この部分にですね、表示してありますので、それに従ってつけてください。はい。では、接続していきます。このようにボルトを端子に差し込んで、落とさないように注意しながらですね、これでボルトを締め付けていきます。締めすぎに注意してくださいね。そうすると、ここに純正のこのハーネスがいるんですけども、このグレーのね、うん、ここにこう、沿わせていくような感じです。はい、はい、こんな感じですね。最終的にですね、ここを結束バンドで留めますので、一旦この状態のままにします。はい、はい、そしたら次にボディ側に接続していきます。ボディ側のね、接続はここになるんですよね。これね、純正のアースケーブルはここに来てるんですけど、はい、これね、鉄板で塞がれてるんですよ。おお、塞がれてしまっているので、ちょっとここに施工することができないので、この一つ上にね、使ってないボルト穴があります。はい。これを利用してつけていきます。はい。そしてこのハリアのガソリン車の場合は、キットに付属で、この特殊なボルトを入れてあります。普通のボルトじゃないんですか？そう、普通のボルトと違うんです。これね、純正品のアースボルトになります。アースボルトっていうのは普通のボルトと違って特殊な形状をしていて、はい、こういう使ってないボルト穴にアースを打ちたいときには、この穴ってもう塗装されちゃってるんだよね。はい、あの製造工程の中で、うん。そうするとこれじゃ通電しないので、はい、この塗装膜をね、削りながら入っていくっていうのがこのアースボルトの特殊な形なんです。で、実際つけていきますね。はい、こちらのボディ側も通信販売で購入の場合には、どちらがボディに接続するかっていうのを表記してあります。はい。これを落とさないように。はい。このね、ボルトはこうやってねじ込んでいくと、ちゃんとね、接触する部分を作って入ってってくれるので、ちょっとね、狭くて作業しにくいところですので、注意して作業してください。もしもやりにくかったらですね、バッテリー自体を外しちゃった方がやりやすくなります。はい、このようにケーブルがね、上に向くように装着してください。はい、では、これでボディ側とエンジン側と今つきましたね。はい、これを今度マイナスターミナルの方に接続していきます。で、今ね、ターミナルが両方外れてる状態ですね。はい、これで一旦マイナスターミナルを元に戻すので、このプラスターミナルを外したままにしておいてください。はい、戻したらちょっとね、軽く固定しておきます。で、次に、このマイナスターミナルのこっち側にノンネジケーブル接続しますので、ここを緩めていきますね。はい。はい。緩めました。そうしましたらね、こんな感じで接続しますね。はい。このようにエンジン側のノンネジケーブルの端子を入れたら、これね、ボディ側の端子を上からこう、押さえます。はい。そして、今取り外したこのナット、これをねじ込んで、ともじめします。はい、こんな感じですね。はい。はい、そしたら、今度、このマイナスターミナルを、もう一回外してください。はい、こんな感じでね。はい。で、プラスターミナルを戻します。はい、プラスターミナルを戻して、またマイナスターミナルを戻すと。はい。これで、今、接続された状態になります。
はい、これで接続が完了です。はい、ここまでがねキットの付属の内容で装着できる状態になってます。でここがですね少しこう今ケーブルがね遊ぶので必要に応じてここを結束バンドで縛ってください。はい、今回はちょっと縛りますね。このケーブルがこうあっちこっち行かないようにしたいのでこの純正のハーネスにこのようにして2箇所ぐらい留めておきましょう。はい、余分なところは切り落とします。さあこれで完成になります。はい、で注意点なんですけれども今このケーブルがこのようにこう来てまっすぐじゃなくてこうなってますよね。迂回してるんですけれども、まあ、この辺にこうパイピングがあるっていうのもあるんですがエンジンってこう動くので、うん、フル加速をした時とかアイドリング中の振動とか、はい、その時にここできちんとそれを揺れを吸収するようにあえてこう長めに作ってあるのでこの空間でこういうふうにゆとりを持たせておいてください。これね、うん、こっち側に引っ張りすぎてここがピーンって張るようなことがないようにこういう付け方をしてください。で今説明したことすべて画像付きで取り付け説明書を製品には同梱しますのでそちらの方を見ていただければ今のような解説で説明になっておりますので DIY でもお取り付けが可能かと思います。はい、ではエンジンカバーを戻しますのでこのずらしておいたハーネスを元に戻します。はい、はい、このグリーンのテープがここだよっていう印です。クリップの間にこれが来ます。このように戻してください。さあそしてエンジンカバーを戻します。はい、ではこれです。ノンレジケーブル装着状態で走行してきてみたいと思います。はい、ではノンレジケーブル装着後の状態です。また同じ条件にするために燃料給油をして満タン状態にしていきます。はい、もう一瞬だね。早かったね一瞬です。はい、さあこれで満タンです。行ってみましょう。はい、はい、それでは先ほどの走行の状態で今給油所まで走ってきたので変わってきてしまってますがまたですねリセットをします。はい、今ね12時54分トリップもリセット。はい、ではノンレジケーブル装着後これで走行に行ってきてみたいと思います。はい、ここからカメラはノーソップです。店に戻ってきました。はい、まだね結果は今出てますがいい結果だと思いますよ。はい、はい、ではね結果の方ははい、平均燃費は 16.2 時間がね今13時27、で走行距離は18.4だね。はい、さあこれをね数字を見比べてみましょう。はい、それでは比較をしてみたいと思います。まず走行距離の方が装着前は 18.5km、うん、装着後の方が 18.4km を表示していました。誤差の範囲かなというところですね。同じルートを走行しています。はい、それから時間の方は計算すると装着前は32分、それから装着後が33分、まあ、ここもほぼほぼ一緒の時間の走行と、うん、それから平均燃費の方が装着前は 15.6km、はい、そして装着後の方は 16.2km、うん、ということで良い結果が出ています。はい、これをまたねレボーグ VN とプリウス50でやったみたいにちょっと計算をしていきたいんですけれど、まず平均燃費の差だね。装着後の 16.2km から装着前の 15.6km を引いた差が1リッターあたり 0.6km 多く走れるということになります。はい。で、このハリアーのガソリンタンク、まあ、ハイブリッドもガソリンも容量一緒で55リットルの容量を持っています、うん。タンク容量55リットルにこの差の 0.6km をかけると
1回の満タン給油あたり33キロ多く走れるということになります。1回の満タン給油あたり多く走れる33キロを先ほどの装着後の平均燃費で割ります。33キロ割る 16.2、 そうすると 2.0、 まあ2リットルだね、うん、お得になるということになります。そして今レギュラーガソリンまたちょっとね値段上がってますけども、1リッター140円としましょう、はい、それに2リッターをかけますと280円、1回の満タン給油あたり280円お得になるということになります、うん、わずかですけどね、これがね地理もなんですよ、はい、そうだね、ハリアタンク容量も大きいしね、うん、でも月に2回給油するとしましょう、はい、そうすると280円かける2なので560円1ヶ月あたりお得になります、うん、っていう計算になりますね、はい、そうすると年間これに12をかけますので、うん、560円かける12で6720円年間お得になるということになります。大きいね。ね。まあ、今回のね、この、まあ、約18キロ、うん、まあ、20キロ近くの走行距離での走行データを元にして計算なので、一概にはね、これが全てですって言えませんけれども、やっぱりこの年間を通して考えると、装着してないよりは装着後の方がお得だなということになります、うん、それから今キャンペーン中ということもあって非常にですねご好評いただいておりまして、中にはですねご丁寧にメールを送っていただける方もいらっしゃるんですけれども、効果の方にですね満足をいただいておりまして、まあ先ほども言ったように長い目で見れば非常に効果の高い商品になりますので、引き続きご愛用いただければなと思います。はい、はい、こちらのノンレジケーブル、このケーブルはまあ簡単に言うとアースケーブルです。で、このケーブルは何が違うかと言いますと、クライオジェニック処理を施しています。ケーブルにクライオジェニック処理って何のこっちゃって思うよね。うん、ちょっとわかんないです、ね、簡単に言うと熱処理です。ただ熱処理って聞くと想像するのは、なんか熱くしたりとか、そういったものを連想するかと思うんですけど、うん、真逆です。ものすごく冷やしてます。へぇー。で、その熱処理を加えると、この実際電気を通しているこの中の芯、この芯の分子配列が整います。今までごちゃ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 、なんとなくこう板。で、ちゃんと電気を通すっていう役割は担ってました。でも、そのクライオジェニック処理の熱処理を加えることによって素材の分子配列が整えます。それによって起こることが、やってなくても流れていた電気、これがよりスムーズに抵抗なく流れていくっていうことになります。今回は燃費の部分にターゲットを絞って紹介させていただいたんですけれども、そういった恩恵が得られるようになると。これをつけたからものすごく速くなったとか、うん、ものすごくパワーが上がったとか、そういうのはもちろんないです。そうですね、うん、ただ目に見えないそういった効果っていうんですかね、うん、車のコンディションが良くなってそういった恩恵が得られる。今回走行での効果をご紹介したんですけれども、それ以外もですね、音響が良くなったりとか様々な効果が得られます。このノンレジケーブルは長さが合えばですね、次の乗り換えたお車にも装着可能です。外してね、つけることも可能です。で、このノンレジケーブルの効果っていうのを実際体感してみたいなって方はですね、ぜひ一度お問い合わせいただいて、ご来店が可能であればですね、ご予約いただいて体感が可能です。で、実際体感はデモカーとかそういうのではなくて、お客様が乗られている車に実際装着して体感いただけますので、ぜひご利用いただければなと思います。やっぱ実車につけたらね、普段とこれをつけてどう変わるのかっていうのが一番よくわかると思うんですよね。そう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 。特に自分の車じゃないとね、うん、体感のその差っていうのはわかりませんので、はい、実際ご自身の車に装着してご体感いただければなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回ご紹介したノンレジケーブルは当店のウェブサイトのホームページの方から購入ができますので、概要欄の方をチェックしてみてください。それからですね、この限定のブルー、今周年祭が今月いっぱいということで、
もう残り少ないですけれども、まだ期間中ですので限定色ぜひゲットしてみてください。数に限りがありますので、なくなり次第もう終了という形にもなってしまいますが、まだ間に合います。限定色を希望で購入の場合はですね、当店のホームページの方から通信欄の方にキャンペーン分のブルー希望というふうに記載をして購入いただければと思います。今回はハリアーでの紹介でしたが、ノンレジケーブルは他の車種でもラインナップがありますので、ホームページの商品ページの方をチェックしてみてください。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。